はい、時間になりましたのでよろしくお願いします。これからですね、森くんの方、まず最初に森くんのセッションの方をするんですけど、一番最初にじゃあこの業界の全体像を話しますね。じゃあ僕全体像を知るのめっちゃ大事だと思うんですよ。要は2階に上がる階段っていうのは一つしかないんですよ。でここの2階の人たちはこれ何やってるのかというと、答えを言うと側近稼ぎたいですか。側近稼ぐ方法もあります。今日21日でファーストキャッシュを得る方法っていうね、ファーストキャッシュを得る方法っていうのを一つね話そうと思ってです。でこれを得ながら同時進行で、例えばじゃあ100日後ぐらいにセカンドキャッシュ得て、で180日ぐらいに、サードキャッシュですねを得るっていう流れを話そうと思うんですけど、まあ、詳しくはそこの電子書籍にはね書いてるんですよ。で言った通りやってもらえます。お願いします。言った通りやっていただけます。でもそれを受け止めてほしいです。もうこれしかないんです。やりたくないとかじゃないです。もう やるしかないです。素直に受け止めてみます。これ僕いろんな億万長者の人たちにねいろいろ聞くんですよ。1個だけ教えてくださいと。例えば今一緒に動画とか撮らせてもらってる一さんって言うんですよ。でこの間動画撮った時に今まで8万人以上見てきたんですね。で15年このネットビジネス世界です。そういうの聞いたんですよ。8万人見てきてうまくいく人とうまくいかなかった人の1個だけ教えてくださいって言ったんですよ。なんて書いてると思います。違い。捨てれます。ここがうまくいく人とうまくいかない人の瀬戸際です。ここを振りちぎれるかどうか。いけます。でそれを完璧に落とし込んでほしい。今全体像を話したんですね。ここから格論ですね。次はインターネットを使ってお金を稼ぐ方法っていうのは2つしかないんです。これ